お願いします。私の名前は北原宏斗です。アメリカのイリノイ州にある The University of Chicago でカルディアクサージェンをしてます。よろしくお願いします。あ、ごめんなさい、カルディアクサージェンというのは心臓外科医のことですね。すいません、どうしてもアメリカに長くいると日本語の会話の中に英語が混ざってしまって、まあ、それが唯一のアメリカで生活することのダウンサイン、欠点かもしれないですね。どうぞ。そうですね、あらゆるものを試しましたよ。このキャンブリーでしたっけ、オンライン英会話、まあ、そういったものもやる機会ありましたね。まあ、いろいろやってでも分かったことは一つだけ、それはパーパスが大事ってこと。あ、目的。僕自身は高校から大学に上がるの推薦で上がったんで大学受験してなかったんですね。で、みんな大学受験の時に英単語とか勉強するから、大学1年生の時に英語勉強しないで入った僕と周りとの英語の能力の差がすごくあって、で、まあ、だから勉強、英語勉強したいなって言って思うんだけど全然続かない。なんでかわかる？パーパスがない。そっから社会人になって医者になってアメリカで心臓外科医になろうって思った時に、じゃあ何が必要かって、イングリッシュだろ。そっから英語を勉強始めた。そしたら不思議だね、高校大学時代あれだけ勉強しても覚えられなかったイングリッシュがどん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 頭の中入ってきて、あ、これが英語を学ぶってことなんだなって思った。あ、まあ、さっきも言ったけど僕も少しやったことあるから、まあ、いい教材だと思うけど、まあ、特徴は24時間365日、まあ、ネイティブ講師と、まあ、レッスンができるっていうこと。あとはプライベートとかグループとかいろんなレッスン方法があって、子供用もあるみたいなんで、まあ、ちっちゃい子に早くから英語を触れさせたいっていう親御さんにはいいかもしれないけど、まあ、日本人に圧倒的に足りてないのはアウトプットだから、オンライン英会話を使ってアウトプットを増やすことはいいことなんじゃないかと思う。ただ多くの日本人が勘違いしているのは、アウトプットをとにかくたくさんすれば英語ができるようになるっていうふうに思うこと。それは絶対違う。やっぱり基本がすごく大事で、基本の文法だったり、まあ、そういったものを持った上でアウトプットする、それが大事。準備に時間を使わないで、とにかくまずは例えばアメリカに行ってたくさんの英語に暴露されれば英語が話せるようになるって、そういう話よく聞くことあると思うんですけど、それは全然違う。中途半端な英語なんていらない。 100% 正確なプロナウンシエーション、発音の英語、 100% の聞き取り能力、リスニング、それがないと特に命を扱うような僕ら医師の仕事っていうのは任せられないと思うんですよね。だって嫌でしょ、日本にいてもし自分の精子を分ける手術が必要だっていうふうになった時に主治医の先生が来て、あ、これ僕手術しますよって片言の日本語で喋られたら、やっぱりちょっと信用できないなっていうふうに思うと思うんですよ。だから僕は外科医としてそういったペーシェント、患者とのコミュニケーションを非常に重視してこの6年間アメリカでサバイブしてきました。今後渡米をしたい、アメリカで働きたいっていう人、その人に伝えたいことは一つだけ、英語はパーフェクトにしてからアメリカに来い。あ、ごめんなさい、僕もちょっと行かなくちゃいけなくって、はい、いや、いや、ごめんなさい、つけました、つないでますので、つないでますので。
Hi, hi. My name is Hiroto Kitahara. How are you? Nice to meet you. I'm doing good, thanks. I'm Leanne. I'm from South Africa. Good, good. Nice to meet you. Nice to meet you too. Why do you practice English on Cambly? Yes, because I'm surgeon. What yes. kind of surgeon are you? Heart. Cardiovascular? Heart, yes, heart. And what do you like to do in the lesson? Yes. Which city are you in? Chicago. Are you there with your family? I'm in United States. So I wanted to ask, do you have some friends in Chicago? So friends in Japan. What are your hobbies? Hobby. No hobby. You like talking to people from different countries? Yes. Why? Why do you like it? Because I like talk. Yes.